町に入れたか言うまでもないと思うけど、とりあえず伝えることがある。チャールストンは最悪の洪水にあった。ロザリンが殺されたって知ったデビッドは、私たちが BOS から盗み出した小型核を仕掛けてダムを吹っ飛ばした。おかげで町はほぼ壊滅状態だ。最後に確認した時、議事堂はまだ無事だった。この件について記録が残ってるとこがあるとすれば、あそこ以外にない。探し物を見つけるのに町の半分を掘り起こすようなことにならないといいけど。きついな、それは。ポトかな。もうちょっと距離をこんな感じかな。で、上にこう。で、いつも通りロゴを入れとこうか。よいしょ。じゃあ行ってみるか。問題は雑魚がナイフ構わず出てきたらやべえんで、やっつけられそうなものはやっつけといた方が良さそうだな。議事堂ね。クラフトモンスターがいる。もうなんか化け物のバーゲンセールだな今日は。うわ、やるか。まあいっか、先に進んで。とりあえず議事堂の中に入らんといかんのかな。てかこの惨状を作ったのはまさかのローズたちだったっていうのもな。でどっから入る。ほいっと、出会い頭はやばいからな。下か。フェラルか。もっと下だな、多分。さらに下か。うわ、びっくりした。
この回だな。何かにやられてんの。フェラルの場合、入った瞬間にいろんなところから出てくるときあるから、油断せず行かないと。怖いわ。なんか、あ、こんなところに。監督官のログ、州都チャールストンにて、ウェストバージュニアがオートメーションで動いているなら、中心地はチャールストンです。官僚が一人もいないのに、ここでは今でも官僚制度が機能しています。何か学べることがあるはずです。ここのターミナルシステムを、まるで何事もなかったかのように扱うのは妙に気持ちが安らぎますが、正気を失ったような気にもなります。しかしこの古きシュートには多くの秘密が隠されています。ふむふむ。もしかして中じゃない？違うか、裁判所。はあ、裁判所にもしかして埋葬したのか。まさか。上から調べていくか。みたいな声が聞こえたから、もしかするといるかもな、スコーチが。ちょうどいいところに。よいしょ。サックフードもいらねえな。この辺もバラしとくか。わっしゃーって来るかと思ったら意外と来ないな。
レシピ持ってる。ピストルはいいか。他にも。なんで今やられたんだ。マイクロスコープ、マックスキャパシティトゥルーパイプライフル、名前が強えな。なんかこれか。ああ、いらないな。レベル10はさすがに。あとでバラすか。あ、金庫。あ。よし。お、なんか刺さってる。特にはないか。あ、フラグ。うん、大丈夫そうやね。そっちか。なんだあれ、なんか持ってんのかな。もうちょいこっちか。よし、ロザリンってこれがあれか。ロザリン探してるやつか。ってことは、うん、よいしょ。うん、マスターテープね。
場所わかるんだから。ローズ。よいしょ。一名取り調べ。身元不明。メロディ。この地点が致命的な攻撃を受けた後、単独で捕まって交流中のレイダー。推定時刻は今夜。2082年12月24日の午後10時30分。あった、図太い神経ね。まさにクリスマスイブだってのに。いい、もう一度聞くわ。名前はファーキュー。ファックの F はフランクの F。 U は必要な限りやり続けるわ。寝言は寝ていなさい。出なきゃ彼があんたをまた撃つ。それは面白い。冗談だと思うの。あんたは大勢の人々を殺した。その責任を取ってもらう。デビッドがあなたを許さないわ。彼がここに来たら怒るでしょうね。必要ならあなたたちを皆殺しにする。先に言っておくわね。この独房から私を解放してもらう。お土産に大きなカバンいっぱいのクリスマスプレゼントをもらうわ。うちに帰ってデビッドにあげるの。このひどい仕打ちも忘れてあげる。デビッド？は？じゃあ私たちはデビッド・ソープの名にガールフレンドを捕まえたわけ？そいつはとても勇敢で献身的な二人のレスポンダーを殺したやつだよ。彼らはあんたたちのよく行くところに助けの手を差し伸べに行った。大昔にね。まあ翔くん、隠れ家にいる無法者を引きずり出したがってるうちのナンバーワンを借り出す方法を思いついた気がするわ。そんなこと許さない。彼に殺される。あんた殺されるわよ。彼女を閉じ込めておいて、メッセージを届ける方法については明日気にすることにしましょう。なんだろう、メロディーラーキンの方が悪いやつに見えるんだが。ついでだしこっちも開けとこっか。よっと、あ、逆か。よいしょ。まあ開けたから何かあるってわけじゃないんだけど、ってなんか押せる気のせいか。さーて、レーダーの保管庫行ってみるか。どこだ、レーダーの保管庫。あ、そっか、ここだったね。よいしょ。おお、さあ行ってみますか。あ、腹が減ってるみたいだから何か食っとくか。あと、もう一個食べとくか。で、飲み物、ぬかチェリー、よし。敵がいるかもしれないから気をつけていかないとな、本当に。よいしょ。誰かがここ通って全部やっつけといてくれたら楽っちゃ楽なんだけど、そううまくはいかないよな。だよね。うわ、強い。
たい。あ、いった。おお、なんだよ。出るな、これ。よいしょ。ほいっと。よいしょ。あ、弾入ってない。いやー、やばい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 。ダブルバレルショットガンは強いからな。どこだ。あれ、どういった。ですね。とりあえず下行くか。よいしょ。開けてやる。ここじゃなかった。キーカードを取る。何してくれてんの。持って行って直してもらう必要があると思うけど、無理な話だ。あそこも例に漏れず、ほとんど生き残りはいないから。まあでも地下の暮らしにうんざりしてこっちに寝返ってきたやつもいた。そいつやから天才だって女の話を聞いた。名前はアビー、機械の専門らしい。彼女のバンカーに行けば、そのなんとかってやつを直すのに役立つものがあると思う。沼地にあるよ。正確な場所を教えてあげる。さあもう行きなよ。あのスコーチどもを排除できるかもしれないよ。そしてあっという間に何百年も経って、あんたたちボルトの連中が子供を持って、その子供にも子供が生まれて、気がついたらレイダー仲間と餌食になる連中が増える。あったかいね。手間が省ける。しましょうか。でもそれまではここでこの無線と格闘することになる。私を覚えておいて。退屈したらここに来てよ。 See you later。 むちゃくちゃやな。これか。アップリンクをゲットしたね。
この野郎出てきたの、さっきのやつ。行って、なかなか辛かったな今の。フリーテイツね。どこか。だいぶ遠いな。だったら。ここ行くか、ここ。結局、前のクリアしてないからね。なんか、市長さん殺されたやつ。なんで、歩いてったら鬼遠そうなんで、まあ、いっか、こう行って、で、こう行って、こう行こうか。大丈夫かな。残り、うん、大体大丈夫だな。なんで先にマーカーを。もう一回、とりあえずマーカーここにつけて、で、バーベキュー小屋から右に行こうで。まあ、大丈夫っしょ。キツネはいいや。ちょっとあれだな、武器こっちにしとこう。とりあえず言えるのは、もうモスマに会いたくないっていうことは言えるけど、なんかもう一回ぐらい来そうな気がするんだよな。とりあえずここ、ちゃったよ。やるか。いなくなっちゃった。灰がモスマンダスト。本当あれだな、今回やべえな。モスマン祭りだわ。あ、痛い、足が滑ったぜ。
確かここは入れないんだっけね。なかなか監督官大変だな。状況は最悪ってやつだね。あ、やばい、痛い。監督官さんは守ろうとしてたんだね。ミサイルサイロ、結果的にできなかったみたいだけど、まああとはもうその人一人一人の考えだけだからね。パシューンって撃っちゃうやつ、コードと入る手段さえ持ってれば核撃てちゃうからね。まあそんなこと言ってもどうしようもないんだけどね。にしてもこの先レーダーがありそうな、レーダー施設か。敵はいないね。うわびっくりした。いきなりスコーチ出てくるの、びっくりするわ。やめてほしいわ。なんかいそうだな。だいたいこういうところスーパーミュータントなんだよな。シュガーグローブ、やばい、この音は。
荒らすとこ。OK。 下か。ヘリポート。一番問題なのはステルス状態になってるアサルトロンがいたらやばいっていう。これじゃダメだな。やっぱりビームには強えな。そろそろ来そうな気がするんだけど。来るかな、これで。降りるかよっ。あんなに撃たなくてもよかったな。弾がもったいなかったな今の。インコとかあるかなと思ったんだけどないね。じゃあ奥行ってみますか。これで開けるのかな。室内か、やばい気がするな。
おお、いきなり突っ込んできたな。あ、あれ。特にはないか。グリップボードはスプリングが手に入るのでなるべく手に入れていきますよと。事件ファイル、なんとなく取っちゃったよ。みたいなとこしたから、これはタレットがあるね、この先に。で、なんか歩いてんだよな、さっきから。めぼしいものはなさそうかな。未確認の侵入者を検知しました。捜索を始めます。カール変えちゃったの。よいしょ。タレット停止じゃない、ターゲット制限解除、アクション、これほっとけば倒してくれんじゃない。すんげえ音してるけど。はい、これ
まあすげえ音がしてるけど、まあおっとおっと、あ、ショットグラス取っちゃって、いいね、軍用ダクトテープ。どうしようかな、そろそろかな、ちょっと、ストックチョップ食べて、ファイヤーキャップスープ終わったかな、よいしょ、停止、よいしょ、うん、アサルトライフルか、入れないか、から見てっか、よいしょ、お、あれ、これほっとけば爆発するな。よいしょ。近づくの怖えな、入ってなかった、
やばい、自爆する。もう一体は大丈夫か、自爆しないか、怖いわ。ほいっとほいっと、よいしょ、一発多かったな。研究所かな、結構吹っ飛ばしたがいるのも。ランチ盗んだとかそういう話だねこれは。お、なんかあった。なんか結局いっぱいでスタンバイの設計図。あ、ミサイルランチャーいいね。これは後でどうにかするという方向で、それでえげつない武器あんのかと思ったら違った。作業台がいっぱいあんじゃん。よいしょ、修理できるかな。うん、多分やべえなと思ったんだよねこれ。てかこんだけあるから何つうの、オートマ化したいというかマシンガン化ってやつ。ファイアレート、これか。海は速いやつにしてんのか、ただ単に。じゃあ大丈夫だね。なんかあるかな。空のホロテープありすぎだろ。空のやつを入れればいいのか。じゃあちょっと3枚ぐらい取っていけばいいのかな。ほいっと、まあ上からいくか。あれ、空のホロテープ、空の、あったあった、よいしょ。んでこれを入れればいいんだよね。よいしょ、ダウンロード。あれ、空のホロテープ入れたんだけど、フォーマットされたってことは、フォーマットされてないのかこれ。フォーマットできるかな。これは違うもんね。
どうすりゃいいんだ。興味が湧いたぞ、そのデータとやらに。なんか作れるようになるのかな、もしかすると手に入れると。どれだ、これか。プロジェクトサイフォンのテープ、違うか。あ、そうだね。よし。ファイバー。こっちじゃない。これか。手に入れた。どんなんだろうね、 EMP の武器って。iPhone のホロテープと、よいしょ。データをファブリケーターにアップロードする。これもしかしてあれか、あのミッションか。忘れてたよ。なんか秘密組織みたいなところのやつのデータ手に入れるっていうんで、そこの場所か、ここ。なるほどな。なんとかオブミストレスだったかな、確か。それのやつだったかなと。グレネードなし。なんかあったよね、確か。あったあった、よいしょ。これなの？いや、倒しちゃう。
オッケー。敵はいないね。カートン。あとは、すごい生活感がある、あれだな、施設だな。な、おお、マジか。どこに。市民の皆様、まもなくここ好きだね。開始されます。至急避難してください。ご協力に感謝します。私はウィリアム・ブライヤー、チャールストン・ヘラルドの事件記者だ。今私はオンライト・インダストリアルの関連施設に張られた防護フェンスの外側に立っている。ここ数週間の間にこのような施設が地域内に突然建てられた。今夜私は一部の事情通の間でマザーロード計画と呼ばれているものの正体を探るつもりだ。その計画とは、鉱山経営者の一族が探し続けていたもの。ああ、これはあれか、聞いたことある、マザーロードの話だけど。新たな鉱山開発計画のことなのか、あるいは地域の環境保護団体が示唆するように有害廃棄物処理場が。さすがね、他は母なる地球を汚す施設なのか。専門家の意見に。まあこれは放置しておこうか。ちょっと見に行こうか。ここに来た。防護フェンスの一番外側に。でもフェアリーって気がしたんだよな。ここのセキュリティは厳重だ。有刺鉄線。まあやるだけ咲いたら。まるで戦場さながらだ。今私はフェンスの隙間を乗り越えて。これは地面が揺れている。よいしょ。キノコ踏みどこだね。あ、でもこれ強いな、やっぱり。写真撮っとこう。あ、使えない。あー、撮れないのか、やっぱここは。じゃあ普通に。うわー、すげえな。核ってあんな風に降ってくんだね。怖っ。でブラストゾーンの出来上がりと。いやー、すごいね。感じからして敵が登ってきてるかな。うん、登ってきてるかどうかわからんね。
ラード値直しなきゃよかったよ。大電性質ってなんだ、直しちゃったけど。やばい。あ、やば。やばい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 。早く抜けないと。こいつ倒して早く逃げないと。で、アイテム回収して、ここら辺はまだ影響出てないんだな。おいとっと、 OK。違うか、これ影響受けてにゃって夕日か。びっくりした。よし、今回ここまでにしとこうかなと思いますよ。それではまた次回よろしくお願いします。それではまた。